ミラー、モンフル、二人に電話だよ。電話？誰かな？私です。アイス屋さんだ。私、すっごく美味しい新作フレーバーのアイスクリームを見つけました。でも、気づいたら地球の反対側で。ガソリンもほとんど残ってないんです。大変！大丈夫、心配しないで。私たちが行くよ。ウォーフルだよ。ウォーフルが先にアイス屋さんのところに着いたら、アイスを全部食べられちゃうよ。ダメ！今、モーフルが2人いた？なんてこったパトカーが。ああ、パトカーがなきゃ悪者を捕まえられないぞ。フリーズさんが困ってるよ。パトカーを木から下ろすのを手伝おう、モーフル。ああ、ありがとう、ミラ。も、あれ？海で一番速い乗り物を知らないみたいだね。でも私は知ってる。モーフル、スピードボートになって。バイバイ。モーフル、オーノー、モーフルです。モーフルが先に着いたみたいだね。あなたを私のアイスクリーム全部食べた。オーノー。間に合わなかったね、モーフル。大丈夫、アイスを全部食べられてしまったふりをしたんです。うまく騙せました。本当はまだまだたくさんあります。モフ、ミラ、それにお猿さん、私の分まだね。どうもありがとう、アイス屋さん。ミラ、サンタさんがくれるものはいつも秘密なんだ。
プレゼントを開けて確かめてみたらどうだい？わあ！なんだった？空っぽ。本当かい？うん、何にもないよ。もう一度見てごらん。わあ、やった！プレゼントは魔法のペットだ。モーフルって言うんだ。すごい魔法使うよ。よろしくね。モーフル、猫に変身して。わあ、猫を飼える？モーフル、次は馬になって。わーい、馬も飼える。モーフル、大きな恐竜になって。今までで最高のクリスマスだよ。モーフルは世界一のプレゼントだよ。欲しいもの全部になれるんだもん。モーフル、テレビになって。わーい。つまんない。テレビになるのは好きじゃないの、モーフル？うん、モーフルつまんない。モーフル、変身して。モーフルに。モーフル？それじゃあ何して遊びたい、モーフル？モーフル、わかんない。わかった。私がクリスマスの遊びを教えるね。それからどれが一番好きだったか教えて。サンタさんにあげる絵を描こう。クリスマスツリーの飾り付け。次は雪だるまを作ろう。モーフル、ブルドーザーになって。雪玉を作って。2つ。イエーイ、上手にできたね。になれるね。どのプレゼントが一番嬉しかったと思う？あ、ブルドーザー。うん、あ、テレビ。うん、猫。違うよ、モーフル。一番嬉しいのは新しい友達ができたこと。ミラ、モーフル友達。モーフル、ミラ友達。もう一回雪合戦しよう。モーフル、大きな雪玉作る。雪遊びはとっても楽しいからね。でも見てくれ、ソリが壊れた。これじゃあ子供たちにプレゼントを届けに行けないよ。サンタさん、クリスマスプレゼントに魔法のペットのモーフルをくれたでしょ。モーフルなら新しいソリになれるよ。それはすごくいい考えだね、ミラ。モーフル、私のためにソリになっておくれ。やだ。もう
ーフル、君は魔法のペットだ。何でも好きなものに変身できるだろう。モーフル、ミラのペット。ああ、そうか、その通りだ。ミラ、モーフルに新しいソリに変身するよう頼んでくれるかい。モーフル、サンタさんの新しいソリになって。それからソリに翼をつけて。それから後ろにジェットエンジンも。それと大きくなって、トナカイさんたちもみんなで乗れるように。メリークリスマス。ありがとう、モーフル。完成だ。この発明品を使えば君も変身できるんだ、モーフルみたいにね。すごい、猫になった。私が一番なりたい恐竜はね、史上最大の恐竜、わー、アルゼンチノサウルスだよ。ひゅー見て、この長い尻尾。どうしよう、壊れちゃったかも。ダメだ、元の姿に戻れない。博士のとこ。うん、そうだね、博士のところに戻れば直してくれる。でも大きすぎるよ、これじゃ林を通れない。モーフル、クレーン車になって。ロボットになって。はあ、本当にごめんなさい博士、発明品を壊しちゃって変身できなくなっちゃったの。大丈夫、すぐに直してあげよう。この発明品は返すね、博士。変身するのはモーフルだけで十分だよ。モーフル、あたしちょっと用事があるの。でも秘密なんだ、だから待ってて。え、モーフルも行く。ダメモーフル、お留守番してて。じゃあね、モーフル。ミラお、どうしたモーフル。ねえパパ、ミラどこ行ったの。うん、ごめん、知らないんだよ。ミラ、ミラ
わあ、モーフル、ミラは来てないよ。ミラいない。いないよ、モーフル。モーフルが泣いてる。まったくけしからん。おいでモーフル、ミラは君の家で待ってるよ。あ、泣くのはまだ早いぞ。裏庭を確かめてないだろう。サプライズ、ミラー、ハッピーバースデーモフル。プレゼントを開けてみて。正義は眠らない。だが君は9時から7時まで寝ろ。悪と戦う時間だ。歯を磨いてからな。君の歯の状態は完璧だね。必ず1日2回歯磨きしてます。それじゃあ次の魔法のペットのところに行く。おお、そうだね。モーフル、救急車に変身して。魔法のペットの歯医者さんチーム出動。歯の検診をさせてもらえるかな。うん、問題なし。健康な歯だよ。それじゃあ、あとは魔法のペットショップにいる魔法のペットたちだけだよね。うん、それでみんなの検診が終わりだ。さあ行こう、モフル。いいね、次の子。よし、どれどれ。残念、虫歯がある。大丈夫、ひどくはないよ。これですぐ治せる。待って、どこへ行くんだい。どうしよう、怖がっちゃってる。外で怪我をする前に連れ戻さなくっちゃ。モーフル、お馬さんに変身して。ところまでどうすれば止められる。とっても速く泳げるものにならないとね。しかもボートを止められるくらい強いもの。あ、モーフル、強いワニになって。さあボートを止めて、モーフル。怖がらせてしまってごめんよ。でも虫歯を治すのはすごく大切なんだ。今は痛くないかもしれないけど、虫歯は治さずに放っておくとすっごく痛くなっちゃうんだよ。
ーフル、もう話していいよ。モーフル？モーフル、歯痛い。大変だ、見せて。君も虫歯みたいだね、モーフル。でも歯医者さんは怖くないでしょ？ね？平気。私の病院に戻ろう。しっかり治ったよ。それと2人とも頑張って治療を受けたからプレゼントだよ。キャッチボールしよう、モーフル。わあ、すっごく早い。それじゃあ投げ返して。キャッチボールは嫌だった？モーフル、キャッチボール嫌だ。それじゃあ何かお絵描きしない？モーフル、お絵描き嫌だ。それじゃあ何して遊びたい？モーフル、かくれんぼしたいの？そうかも。わかった。じゃあ10数えて。やだ。モーフル、お話を読んであげようか。男の子が古い家に行くと、ドアが一人でに開き、どこからか怖い声が。モーフル、お話やだ。おや、今日はご機嫌斜めだね。モーフル、海に行こうよ。いつもご機嫌になるでしょ。どいて。もう？いかが？おいしいポップコーンだよ。わーわー、すっごくお腹がペコペコだったんだね。あー、モーフル、朝ごはんは食べた？だったんだね。何にも食べてなかったからだよ。さあモーフル、お食べ。お腹いっぱいになった？食べたら機嫌は治ったかな。探す。あ、いいち。
待て。これはどういうことだね。ああ、モーフルとオーフル、鬼ごっこ。言い訳はダメだぞ、モーフル。ああ、モーフル、お掃除する。ありがとう、モーフル。これをあそこに置いてくれるかい？よかった。助けてくれ。魔法のペットにメガネを取られて小屋に隠されちゃったんだ。はあ、僕のメガネだ。モーフル疲れた。モーフル全部やってる、一人で。ああ、ごめんよ、モーフル。私たちにもモーフルと同じことができたら休んでもらえるのに。いや待てよ、ミラ。そうすればいいんだ。この子はキラキラパグ。丸一日人間を魔法のペットに変えられるんだ。すごい。私たちをモーフルにできるの？おお。お猿さんになって。自分で変身できるようになったし、モーフルは好きなだけゆっくり休んでね。僕はロケットになろう。どうやって飛ぶんだ？今の見たか、スタイ？あのキラキラパグを盗めば俺たちモーフル兄弟になれるぜ。バルモノ兄弟。ねえ、私が変身するんだった。ミラ、レーシングカーになって。これって最高。でも難しいね。ジャンプ、ジャンプ。どうやって止まるの？もうちょっと、スピードを出さなきゃ。うわあ、ああ、うわあ、ああ、このままじゃ絶対捕まえられないよ。よし、パパ、ロボットに変身しよう。ボートだね。行くぞ。ああ、ロボットか。おお。待って、モーフル、やらなくていいよ。全部一人でやるのに疲れてたでしょ。平気なの？モーフルもう元気。みんな一緒だから。もう逃げられないよ、悪者兄弟。逃げなくていいんだよ、キラキラパグ。俺たちを魔法のペットに。
にしろ。俺たちモーフルじゃないよ。ああ、でも魔法のペットだ。しまった、逃げろ。キラキラパグを助けたよ。イエイ。それじゃあ遊ぶ、みんなで。そうだね、ロケットタイムだ。おっと、おお。そうだよミラ、冬は毎年スケートに行ってたんだ。モーフルスケート、スキー、すっごく楽しそう。庭にスケートリンクを作って、私たちもスケートしよう。スケート失敗。小さな氷じゃスケートはできないよ。リンクを作るにはたくさんの水を凍らせなきゃ。スケート、魔法のペットに水を凍らせてもらおう。ぴったりな子がいるの。わはは、アトモ。わー、モーフル、ゾウさんに変身して海に行って凍らせる水を汲んでこよう。最高。水でいっぱいにして、おい、このスーツは水洗い不可なんだぞ。ごめんなさい、バンダーブースさん。ありゃ、モーフル、バンダーブースさんの庭の水を全部吸い込んで。モーフル、スケートリンク作る。大変、モーフル、ロボットになってアトモを助けて。モーフルがアトモの魔法で街を凍らせてる。モーフル、ドラゴンになって炎の息で氷を溶かして。このフリーズ警官を凍らせるとは全くけしからん。ミラ、モーフル、一体どうなってるの。ごめんおばさん、庭にスケートリンクを作ってたらモーフルがアトモをさらったの。見つけた。モーフル、どうして街を凍らせたの。アトモはヘトヘトだよ。ごめんアトモ、モーフルスケートしたかった。いい子にするって約束するなら私たちと一緒にやろう。モーフルも一緒に。うん、わーい。さあ行こう、モーフル、ヘリコプターに変身して。を作ると言ってたから、これがいるんじゃないかと思ったの。あげるわ。今の私には小さすぎるから。わあ、ありがとう、オーガスティンおばさん。これを履いてる写真を見たよ。私の足にぴったり。おいミラ、パパを見て。どこにいるのパパ。上だよ。やっほー。かっこいいね。
何？モーフル。パパったら。話してくれ、モーフル。モーフルもやる。楽しいでしょう。いいや、ちっとも。そうだ、いいこと思いついた。競争しようよ。何？それはいいね。じゃあね、先に山の頂上に着いた方が勝ちだよ。位置について、よーい、ドン。いやー、止めてくれ。おお、なんて早いんだ。山の頂上まで競争してるの。それならトロフィーがなきゃね。さあ行こう。よくやったね、モーフル。スーパーヒーローになった気分だ。近道を思いついたよ。あっちだ、モーフル。おっほー、楽勝だな、モーフル。イエーイ。なに？なんとかしてくれ、オーフル。にゃー、こりゃ最高だな。もうすぐ山だ。モーフル、君の代わりに勝つよ。いや、勝たせん。どっちが勝った？これは引き分けだ。引き分け？どうしよう。大丈夫。こんな時のためにいつもトロフィーを2つ用意してるんだ。すごく楽しかったね、モーフル。イエーイ。確かにすごく楽しかった。みんな、こんにちは。モーフルたちと一緒にタイムトラベルしないかい？今からみんなで恐竜が生きていた時代に行くんだよ。恐竜。たくさんの種類の恐竜たちに会えるぞ。いろんな恐竜のことを勉強しよう。うん、行こう。着いたぞ。恐竜の時代だ。ご覧。すごい、ベロキラプトルだね。ベロキラプトルは小さいが危険な恐竜。こわっ。やれやれ、いやはや。ふう、危なかったよ。ありがとう、モーフル。ねえねえ、モーフル、ガニミムスになって。いいね。恐竜の中でもトップクラスに足が速いの。さすがモーフル。
を見てごらん。あれはアルゼンチノサウルスだよ。すっごく大きいね。でも植物しか食べない。大変。あの卵を助けてあげなくちゃ。モーフル、プテラノドンになって。次はこの卵のお母さんを探さなきゃね。うん、アルゼンチノサウルスの卵ではなさそうだ。だね。見て、アルゼンチノサウルスの卵はこれとは全然違う。他を探してみよう。トリケラトプスだ。トリケラトプスには大きな角が3本あるんだよ。あー、すっごくかわいい。でも見て、あの卵は私たちの持ってる卵じゃないよ。この卵はトリケラトプスのものじゃないね。面白いな。もう本物のプテラノドンだ。わしらを巣から追い払おうとしてる。ねえ見て、あのプテラノドンの卵は私たちの持ってる卵じゃない。早く飛んで逃げよう。急げ。あれはアンキロサウルスだ。硬い尻尾の先をぶつけてすごく強い攻撃をするの。卵の殻を見て、あれも私たちの卵とは違うね。わあ、ワニさんだ。ここは恐竜の時代なのに、どうしてワニさんがいるのかな。ワニは本当に昔からいる種なんだ。恐竜の時代にはもう存在していたんだよ。へえ。でも見て、ワニさんの卵も私たちの卵と違う。はあ、この卵のお母さんを本当に見つけられるのかな。わあ、スピノサウルスだ。わしらを食べる気だ。逃げろ。モーフル、ティラノサウルスになって。スピノサウルスはティラノサウルスよりも大きいんだよ。ないみたい。じゃあ何が欲しいのかな。そっか、卵が欲しいんだ。スピノサウルスがこの卵のお母さんなんだね。ふう、危ないところだった。よくわかったね、ミラ。こんにちは。今日は恐竜の記念日です。
そこでラシード博士の協力のもと特別な大会を開きます。名付けてスペシャル恐竜レース。わーすごいね。私たちも出ようよ。モーフル、ティラノサウルスになって。お待ちください、もう一組選手が加わりました。優勝者に贈られるのはこの美しいトロフィーです。用意はいいですか？3、2、1、スタート。俺たちも出ようぜ、ヨルン。ああ、ふやふや。皆さんご覧ください、今1位がゴール。恐竜まで盗むとはな、まったくけしからん。優勝おめでとうございます。もうズルしないで頑張った人が勝てた。見てくれ、新しい発明品だ。これは人間をテディベアにする機械だよ。すごいだろ。モーフルテディベアミラと遊ぶ。またね、博士。またな、ミラ、モーフル。はあ、それじゃ元の姿に戻るか。しまった、この手じゃ機械を使えないぞ。今の聞いたか、ヨルン。ああ、俺テディベア大好きなんだ。静かにしろ。
こった。悪者兄弟を止めなくちゃ。モーフル、足の速いチーターになって。え？あー、この手じゃ捕まれないよ。尻尾で押さえてくれる？ありがとう。よし、行こう。おお、そんな、もうすぐデートなのに。おお、家まで連れてってくれるかい？まったくけしからん。テディベアにしてやればいいんだ。そっか、あの機械は人間にしか効かないんだよ。しまった、俺もテディベアになっちまった。わあ、なんて可愛いテディベアなんだ。やった。それじゃあみんなを元の姿に戻そう。まずはフリーズさんだよ。ああ、よかった。お前たちには良くないけどな。ああ、でもいいや、牢屋でもふわふわのテディベアと一緒だからね。モーフル、大きなドラゴンになって。あれ、モーフルが元に戻っちゃった。大丈夫、モーフルの力は10秒経てば戻るよ。この子はヌリー、新しい魔法のペットなんだ。他の魔法のペットの力を10秒だけ消せるんだよ。だから他の子と一緒にペットショップには置いておけないんだ。二人でヌリーを見ててくれる？任せてパパ、みんなで一緒にかくれんぼして遊ぶよ。よかった、頼んだよ。今の聞いたか？あのヌリーってやつを使えばついにモーフルをやっつけられるぞ。大変、モーフル、とっても大きなロボットになって。そうはいかないぞ。どこ行ったんだ？
この冷蔵庫真っ赤だな。怪しいぞ。撃て。見つけた。逃げよう、モーフル。モーフル、また何か隠れられるものに変身して。モーフル、まだ変身できない。そっか、10秒待たなきゃ。もう逃げられないぞ。何になっても無駄だ。鏡に。光線が当たったからムリーの魔法の力は10秒間使えなくなったよ。うわ、しまった。モーフル、とっても大きなロボットになって。あ、逃げろスタイ、早く。うわ、ことだ。ああ、ツリーの星が盗まれた。その上フリーズ警察官は今お休みなんだ。どうしよう。ああ、まったく最高だ。イエッサー。私が事件を解決するよ。モーフル、警察犬に変身して。まったくけしからん。きっと手がかりだね。なんか取ってない。だがその犯人は褒めてやる。私はクリスマスが大嫌いなんだ。喜んでるのはロマンチストだけさ。広場に行ったぞ。でもツリーの星は取ってない。ああ、そうさ、俺たちが盗むのはもっといいものだ。今回の俺たちは雪泥棒だからな。ツリーのお星様はどこなんだろう。見てモーフル、海賊が持ってる。
クリスマスは大嫌いだ。実にくだらん。だろ、海賊フィル。その海賊モリス、俺実は俺なんだ、はっきり言え。その今日はクリスマスだからさ、プレゼント用意したんだ。トロフィーだよ、最高の海賊に。あ、ツリーのお星様じゃないね。あ、なんて言えばいいのか、初めてクリスマスプレゼントをもらったよ。メリークリスマス、海賊モーリス。メリークリスマス、海賊フィル。大変、鳥が海賊のクリスマスプレゼントを取っちゃった。モーフル、警察のヘリコプターに変身して。モーフル、レモネード作ったよ。レモネード！おっと。あとで片付ける。今はこの本を読んじゃいたいからね。しない。違う遊びでもしたらどうだい。はい。ルッテルッテルッテルー、ぷりょぷりょぷりょ。はっはっは、私はデビル博士、アクションマン誕生。お前の好きにはさせないぞ。モーフルアクションマンやる。おーん、いいよ。私の作った機械で全ての人たちを眠らせてやるぞ。ダメ、アクションマン戦う。ヒヒ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 。私には勝てないぞ、アクションマン。あれを使って。私のおもちゃ箱は？アクションマン。なんでおもちゃ箱持ってったの？モーフル取ってない。あ、
ミラ、タワー壊した。モーフルの変なタワーなんか壊してないってば。タワー変じゃない。もういいよ、モーフルとは一緒に遊ばないからね。うん、モーフルもミラ、いらない。ビーだ。ビー、ふん、モーフル遊ぼう一人で。ジャ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 ジョジョジョビュー、ウィジュー。うん、はあ、ミラいない、つまんない。ああ、書くものが思いつかない。モーフルがいればいいのに。ああ、面白かった。モーフル、ごめんね。あんなに怒っちゃって、本当にごめんね。絵を踏まれただけだったのに。え？あれはモーフルじゃないよ。パパがうっかりやったんだ。はは、モーフルの積み木タワーを壊したのもパパ？ああ、そう。おもちゃ箱を持ってったのも？うん、ああ。木の枝のタワーも？ああ、そうかも。ミラ、仲直りできる？もちろん。二人とも、パパのせいで本当にごめんよ。二人に喧嘩をさせてしまった。その、パパを許してくれるかい？もちろん、パパ。イエーイ。そんな、私の美しい帽子が。市長さん、どうしたの？ああ、ミラ、ひどい話さ。さっき、この美しい街を歩きながら、市長らしいことを考えてたんだが、その時、すれ違った誰かに帽子を取られたんだ。なら、私たちに任せて、探してあげる。モーフル、警察犬になって。おい、そこを動くな。帽子を取ったやつを見たぞ。お前だ。え、モーフル？さて、何があったんだ？見つけたわ、この泥棒。私のワンちゃんを返して。モーフルが盗んだと言うんですか？モーフルはそんなことしないよ。いや、したんだ。誕生日ケーキを買ってたら車のモーフルが来て、ケーキをひったくって言った。間違いなくモーフルだったんですか？おやおや、モーフルが泥棒とは全くけしからん。君を署まで連行しなきゃいけないな、モーフル。いやー、ダメ。待って、モーフルは何もしてない。ミラー、行ってみたいだな。もう出てきていいぞ、ヨルン。みんなモーフルが盗んだと思い込んでる。かー、今までで最高の計画だな。なあ、もっと盗みに行こう。モーフル泥棒じゃない。安心して、モーフル、私が無実を証明する。待て、リンゴを返せ。悪者兄弟が盗んでたんだ。信じられない、モーフルがリンゴを盗んだんです。ご心配なく、モーフルはもう捕まえました。でも、たった今のことですよ。我ながら実に素早い逮捕ですな。犯人はモーフルじゃない、悪者兄弟なの。さっきこの目で見たんだよ。
いけないよミラ、何でもかんでも悪者兄弟のせいにするもんじゃない。それじゃあね。もうモーフル、犯人が分かったよ。悪者兄弟が盗んでたの。でも誰も信じてくれない。ミラが捕まえる。モーフルが手伝ってくれなきゃ無理だよ。モーフルできない。モーフル牢屋。そうだ、いいこと思いついた。まだちゃんと聞こえてる？モーフル。道具を返してくれモーフル。何かあったみたい。下行ってモーフル。大丈夫だよ、捕まえてくる。え、モーフルが二人も。急いでモーフル、あとちょっとで追いつく。ミラが来るよ、スタイン。捕まっちゃうよ。そいつはどうかな。ダメダメ、あゆっくりにして、モーフル。さっきのスピードはどうしたんだよ。モーフル、くるっと回って素早く。ああ、もっと。捕まえたよモーフル。イエーイ。しっ、隠れろヨルン。どうやって牢屋を抜け出したんだモーフル。この盗んだものを隠そうとしてたんだな。これモーフルじゃないよ、悪者兄弟。おや、待ってくれ、これはモーフルじゃない。だから最初からずっとそう言ってるでしょ。ああもう分かったよ、俺らの負けだ。そのほんのちょっぴり勘違いしたらしい。疑って本当にすまなかったよモーフル。君が泥棒なわけない。君たちの素晴らしい活躍を称えて、君たちを名誉警察官に任命しよう。モーフルのふりをするのは楽しかったな、スタイン。確かにな。飛行機になれヨルン。いや、お前が車になるんだスタイン。アイスクリーム。忘れないで、アイスを食べ過ぎるとしばらく変身できなくなっちゃうんだからね。お財布忘れちゃった。アイスクリーム。おじさん払って。え、俺お金なんか持ってきてないよ。買ってくれないの。お金がないならアイスクリームワゴンを盗んでよ。僕アイス食べたい。早く来て、このワゴンからチョコソースが漏れてるよ。なんてことでしょう。喉乾いてない？農家さんにリンゴジュースをたくさんもらったんだ。パパ、悪者がアイスワゴンを盗んだの。
モーフルも乗ってるみたい。そんな、捕まえに行こう。魔法のペットに手伝ってもらおう。グラブ、イエーイ物を浮かせられるの。追いついた。待ってろモーフル、今行くよ。グラブ、浮かせて川を越えさせて。残っていません。みんなあんなに熱そうなのに。いいこと思いついた。パパ、みんなにリンゴジュースあげよう。うん、いい考えだね。モーフル、スラッシーマシンに変身して。美味しいですよ。お店のメニューに入れます。モーフル、大丈夫？うん、打った。元気が出ることしてあげる。発明品ができたぞ。見てくれ、これは若返りの薬だ。今からわしの助手に使ってみよう。わあ、すっごくかわいいね、子犬。まずい、薬がかかった。ふう、赤ん坊の世話をしたことなどないぞ。あ、どうしよう。モーフル、パパのところに連れて行くんだ。わしは解毒剤を作る。はあ、やれやれ。モーフル、ミラ！
モーフルがいてくれてよかった。すっごく変な夢を見たんだ。あたしが赤ちゃんになる夢なの。おかしいでしょ。よし、お家を作ろう。うるさいな、何の音だ。ああ、こんにちは、バンダーブースさん。ツリーハウスを作るの。私たちのクラブハウスにするんだ。クラブハウス？木の上に？バカバカしい。第一、ツリーハウスを作るのはすごく難しいんだ。君たちにできるもんか。私たちならきっとできると思うよ。見てて。ふん。それじゃあ、まずは全部の板をちょうどいい長さに切らないとね。ハサミじゃ木の板は切れないんじゃないかな。モーフル、ノコギリになって。次は板を組み立てよう。全然ダメだな、バーキー。釘を打ってくっつければいいんだよ。モーフル、次はハンマーになって。それのどこがツリーハウスなんだ。屋根すらないじゃないか。まあ、やるじゃないか。まあまあだ。それじゃあ木の上に乗せてツリーハウスにするよ。モーフル、変身するのはクレーン。クレーン、あ、クレーン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 、やったおやおやおや、見てごらん、バーキー、本当に立派なツリーハウスだ。待った、合言葉を言って。モーフル知らない合言葉はね、モーフルだよ。モーフル、わー、イエーイイエーイ。なんて綺麗なツリーハウスなんだ。私も欲しいな。おいでモーフル、エイプリルとトロイを呼びに行こう。新しいクラブハウスでパーティーだよ。合言葉を言え。え？合言葉はモーフル。違う、それは君たちのクラブの合言葉だ。私のクラブの合言葉を知らないなら、まあ、入れてやらん。じゃあ、クラブハウスでのパーティーはやめる。芝生でピクニックするよ。あ、バーキー、私たちのクラブに入る？私も入れてくれないか。もちろんだよ、バンダーブースさん。ありがとう。じゃあこっちのクラブハウスでパーティーしよう。ありがとう、ジョリーファント。どっさりのアイス。アイスクリーム。そうだ、モーフル、ブルドーザーになってこのアイスクリームを全部片付けよう。モーフル変身できない、お腹がパンパン。ジョリーファントはアイスを作りすぎるんだ。はあ、どうすればいいんだろう。これじゃあモーフ
フルの体にも悪いよ。じゃあみんなでジョリーファントの飼い主を探しに行こう。いいかいジョリーファント、君に何ができるか見せるんだ。で、どうかな、ジョリーファントの飼い主になりたくないかい？全然ダメダメ、簡単すぎる。私のジェラート工場で作るアイスと違います。私芸術家なのです。ふん。ああ。見て、あそこが火事になってる。消防車の水が切れたみたいだ。でもモーフルは変身できない。アイスクリームを食べ過ぎちゃったから。ジョリーファント、アイスクリームを使って火を消すんだ。本当に助かったよ。まさしくヒーローだ。は？ヒーロー？ふん、これを掃除するのに何日かかると思ってる。バンダーブースさんの言う通りだ。うん、君にぴったりの飼い主を見つけてあげられなくてごめんよ。でも大丈夫、この魔法のペットショップにずっといてくれればいいさ。すみません、どうも、病院で子供を笑顔にしてくれる魔法のペットが欲しいんです。もうすぐ警察委員の人が2人で私の警官としての仕事ぶりを確かめに来るんだ。全部完璧にしておかないとな。それじゃあ邪魔しちゃダメだね。頑張って。バイバイ。ありがとう。君、どうして警官用の洗濯帽子をかぶってないんだ。洗濯帽なし。洗濯帽、ああいや、すみません、警察員の方ですね。ははは、ようこそ。いい警官なら法律を全部知ってるはずだ。はい、全部知っているはずです。確かめさせてもらおう。ああ、赤信号だ。なんで歌わないんだ。歌う？警官は赤信号の時に歌うっていう決まりだ。見てよ、愉快な警官。もう遅い。まさかそんな決まりがあったとは。
仕事中は食べちゃダメだ。違反しすぎだぞ。残念だが、あんたを牢屋に入れなきゃいけないな。どうしてフリーズさんが捕まるの？モーフル、レーシングカーになって。やあ、ミラ、モーフル。どうして捕まっちゃったの？私は法律を半分も知らなかったらしい。私は警官にふさわしくないんだ。そんなはずないよ。私たちで詳しく調べてみよう、モーフル。帽子禁止だ。モーフル、茂みになって。シートを敷くのは禁止だ。木の下でのピクニックもバスケットもダメだ。フリーズ警官がいないから何でもやり放題だな。ラスタイ、悪者。つまり二人が変な決まりを作ったんだね。ならこっちも同じ手で行こう。おっと、すみません。謝って済むか、この決まりで。ん、どこだ。これか。いや違う、どれだっけ。うわ、あったぞ。もし誰かが警察員にぶつかったら、警察員は黙って歩き続けること。そうか。行くぞ、ヨルン。警察員は人から取り上げたものが入った袋を警察署の前に置いて中に入る。警察署に入ったらつけひげを取って大きな声でこう叫ぶ。悪者兄弟だ。あ、おい、これわけわかんねえぞ。私はわかった。お前たちを逮捕する。モーフル、大きな恐竜になって。本当に大きな声だね。それじゃあ、モーフルを眠らせた魔法のペットを探しに行かなきゃね。ちょっとの間、そのカセットプレーヤーを貸してくれる？アイス屋さん。いいですとも。ありがとう。見て、モーフル、街の人たちが寝ちゃってる。さっきの魔法のペットの仕業だよ。あれはすっごく危ないね。早くあのドリルを止めなくちゃ、モーフル。
さあ、準備はいいかい？おいおい、マックス、急にどうした？誰か助けてくれ。大変。モーフル、モーフルもゾウさんになって、ゾウさんの顔に水をかけてあげるの。ふう、ありがとうミラ、モーフル。また探しに行くよ、モーフル。今度は飛行機に変身して。見つけたよ、モーフル。あの子、静かに寝られるところを探しているみたい。2年に一度の水風船と砂のお城大会、始まり始まり。子供チーム対大人チームだ。まずは砂のお城を作って始め。砂のお城ができたね。それじゃあ水風船を用意して。いいお城ができたね、きっと勝てるぞ。ああ、相手は子供だしな。しい戦いだったよ。この大会、君たちが優勝だ。おめでとう、みんな。正々堂々と勝ったね。このお城でもっと遊ぼうよ。私もトロフィー持ってもいい？
海賊フィル、宝があるぞ。だから俺たちは海賊だぞ、海賊フィル。海賊の好きなものは何だ。その通り、宝だ。でも強そうな砂のお城の中だぞ。ああ、でも俺たちにはこの大砲がある。みんな反撃しよう。お城を守ってくれる？私は水風船を探してくる。パパ、もっと水風船ちょうだい。海賊がトロフィーを狙ってるの。水風船はもう残ってないんだ。ならこれに水を入れたらどうだ。うん、これにもね。もうすぐ宝を奪えるぞ。何？海賊ビル、大砲を撃つんだ。誰かにレッカー車のタイヤを盗まれたんだ。モーフル、モーフルもレッカー車になって。ありがとう、ミラ、モーフル。おい、見てくれ、タイヤが全部盗まれてる。大変。見て、あれってタイヤ泥棒？
かわいい、火事なんだ。どうしよう、タイヤが消えてる。これじゃあどうやって病院に行けばいいんだ。やあミラ、モーフル。ありがとう。まったくけしからん。あいつらを捕まえてくれ。に連れてってくれるのか。はは、私は怖い海賊、宝を全部よこせ。僕は大きな恐竜だ、海賊なんか怖くないよ。わあ、二人ともすっごい衣装だね。ねえ、ミラノは何の衣装なの？これは魔法の T シャツ、モーフルだよ。わあ、モーフル、空を飛ぼう。モーフル、衣装箱を持ち上げよしよう。今悪者兄弟に服を取られたんだよ。あれま、心配しないでパパ、衣装箱にたくさんの服が入ってるから。よし、それじゃあパパに似合うのはどんな衣装かな。とっても綺麗だよパパ。またやってる。今度はおまわりさんの服を盗んでるよ。俺たちはもうただの悪者兄弟じゃない。今の俺たちはファッション泥棒だ。街中の服を盗んでやる。
じゃな。服。そうだね、おまわりさんにもいい衣装を着せてあげなきゃ。はい、どうぞ、おまわりさん。素晴らしい。さあ、ファッション泥棒を追うんだ。このままでは町中の服が盗まれてしまう。追いかけよ、モーフル。誰にも止められないぜ。もうすぐみんな着るものがなくなるぞ。大変、ヘリコプターが落ちる。モーフル、強い腕を出して受け止めて。どこに行った。今度こそ捕まえてやる。はい、どうぞ、市長さん。市長さんの分の衣装だよ。ありがとう、ミラ。それじゃ、悪者兄弟を止めてくれ。この町のために。囚人がいるぞ、捕まえてやる。頑張らなくちゃね、モーフル。羽で飛ぼう。早すぎ。でも諦めちゃダメ。この町を守らなくっちゃ。え？お前なんかよりも俺たちが上だ。それにもお前のお友達はもらったぜ。おバカな兄弟。マーフル、強い腕を使って。さあ、みんなのところに戻ろうね。くそ、こんなはずじゃなかったのに。よくやったね、ミラ、モーフル。君たちのおかげでみんな自分の服を取り戻せるよ。市長がメダルをくれるだろう。あれ、市長はどこだ。大変、見て、ローレンスさんとジョーさんが街を壊してる。どうしちゃったのかな。まったく、けしからん。こいつにも洗脳光線を当てろ。さあ、ついてこい。いいえ、さあ。モーフル、とびっきり大きなロボットになって。モーフル、ローレンスさんとジョーさんにもう街を壊させないで。いいか、モーフル、一緒に町を壊すんだ。オッケー、バルモノさんたち。こりゃまずい、モーフルが悪になった。最高だ。
この洗脳光線を浴びた奴はみんな俺たちの言うことを何でも聞くようになるんだ。どうしよう。パパ、悪者たちを追いかけなきゃ。モーフルが変にされちゃったの。でも言うことを聞かないモーフルをどうやって止めるんだ。よし、いよいよやるぞ、ヨルン。きっとうまくいくよ、シュタイン。ママ、お客さんが来てるよ。ママに話があるんだって。なんだい、ろくでなしの息子どもめ。あんたたちに困ってる暇はないんだよ。今度は一体何を企んでるんだい。ほら、言って。お宅の息子さんたちはこの町史上一番の悪党です。二人は根っからの悪者です。一体何を言ってるんだい。うちの子は本当の悪党なんかじゃなかった。なのに警官を連れてくるなんて。あんたたち思ってたよりもずっと悪い子だったんだね。でもママ、俺たちは最高の悪党だって言ってよ。そう言ってよ、俺たちを。もうやめて、悪者。やめないぞ。あの赤いやつがいなきゃお前はただの女の子だ。さあみんな捕まえて。はあ、なんでこの子の命令を聞いてるんだ。君も洗脳したの。無理やり言うことを聞かせたわけじゃないよ。正しいことだからみんな従うんだ。さて、町を壊した罪でお前たちは刑務所行きだ。あんたたち逮捕されたのかい。うん、そう、俺たち逮捕されてばっかりなんだ。そうかい、あんたたち本物の悪党だったんだね。あんたたちを自慢に思うよ。聞いたか、シュタイン。ああ、聞こえたよ。やったな。町はすっかり元通りになったね。さあ二人とも、もう帰って寝よう。ダメパパ、私たちはまだ寝ない。人の言うことを聞くのは正しいと思った時だけでしょ。そうだね。でも小さい子はパパの言うことを聞くんだ。パパだけ？ママもだよ。それと学校の先生、それからおまわりさんに、おばあちゃんとおじいちゃん、あとそれからね。ありがとうモーフル、君はいつでもみんなを助けてくれるね。モーフルも助ける。いい子だから降りてきてちょうだい。ああ、モーフル、助けてくれる？あの子が降りられなくなっちゃったの。早く抱きしめてあげたいわ。私たちを一緒にしてくれる？一緒にってこういう意味じゃないわよ。お前らにパトカーを盗まれたせいで連行するのも大変だ。気にしないよな。ああ、モーフル、君がいてよかった。署まで連行するのを手伝ってくれるかい。うん、オッケー。え、モーフル待ってくれ。ウェルマナー警察じゃ。牢屋に入らないで済んだな、スタイン。ああ、逃げようぜ。おう、やあモーフル、
木箱を持ち上げてくれる？すっごく重いんだよ。え？そうじゃないよ。屋根まで上げなくていいから。戻ってきたのね、モーフル。どうしたの？あなたのお友達が私を木の上に置いて逃げたのよ。そんなのありえない。モーフルはやってない。この目で見たんだから。モーフル、悪者兄弟はどこだ？私たちは見てないよ。何言ってるんだ。モーフルが署に連れて行っただろう。私たちが捕まえてくる。モーフル、巨大ロボットになって。いたずらはもう十分だよ、モーフル。あの木箱を地面に下ろしてくれ。モーフルはずっと私と一緒にいたよ。本当？でもモーフルに見えたよ。モーフルみたいに赤くて足とか緑のところもあったけどね。緑の足？わかった、オーフルだよ。オーフルを止めなくちゃ、モーフル。やあモーフル、ここの片付けを手伝ってくれる？見てモーフル、オーフルは体を赤く塗ってるんだよ。そんな、洗い流しちゃおう、モーフル。さあ、消防車になって。ああ、危ないよモーフル。それはモーフルじゃないよ、オーフルか。さあ、これでもうモーフルのふりして騙せなくなったね、オーフル。ありがとう、本物のモーフル。オーフル、また来る。見てモーフル。え？みんな、モーフル、助けてくれ。悪者兄弟がわしのタイムマシンを使ってティラノサウルスを盗んできたんだ。今の俺たちはただの悪者兄弟じゃないぜ。今日から俺たちは恐竜泥棒だ。モーフル、パトカーに変身して。街は俺たちのものだ。観念しろ、ここは私の守る街だ。見てモーフル、ティラノサウルスが膝を怪我してる。モーフル、救急車に変身して。恐竜が乗れる大きな救急車だよ。この絆創膏じゃ小さすぎるな。
おかしな魔法のペット。まだ終わってないのか。もうすぐさ。うわあ！ハロウィンの飾り付けコンテストは今年も私たちが優勝できそうだな、バーキー。ハロウィンの仮装って大好き。モーフルは何になるの？ウサギは可愛いね。もっと怖いものにしたらどうかな。飾り付けを手伝ってからね。モーフル、お菓子欲しい。食べ過ぎちゃダメだよモーフル。食べ過ぎると変身できなくなっちゃうからね。モーフル怖い。暗いところって怖く見えるよね。でも怖がらなくていいんだよ。見て、明かりをつければ大丈夫でしょ。トリックはトリーだ。ごめんね、オーフル。まだお菓子を持っていないから何もあげられないの。くれない、いたずら。ミラー、モーフル、助けて。お菓子、いたずら。モーフル、ティラノサウルスになって脅かして。助けてくれてありがとう、モーフル。今日の俺たちはハロウィン泥棒だ。ああ、他の人たちの飾り付けを盗むのって最高に楽しいな。これを全部使えばハロウィンの飾り付けコンテストで優勝するのは俺たちで決まりだ。この子は誰？キャンディーレイだよ。ミラが好きみたいだ。この子も魔法のペットなの？ああ、飼い主さんが見つかるまでは一緒に暮らすよ。あ、言い忘れてた。キャンディーレイにはトリートって言わないでね。どうしてなの？ハロウィーンの日にその言葉を聞くと見たものを全部お菓子に変えちゃうんだ。うわー、モーフル、お菓子好き。楽しそうだね。ああ、でもミラだってお菓子にされちゃうぞ。あんまんまん。おいしいな。ああ、分かった、言わない。ランタンを吊るしてくるよ。あとで他の飾り付けを手伝ってくれ。こんにちは、キャンディーレイ。私はミラ。この子は魔法のペットのモーフルだよ。モーフル、腹ペコ。甘いリンゴはどう？トリック、オア、トリート。リンゴ飴。モーフル、何したの？
変だ。ハロウィーンの飾り付けが消えちゃったよ。全部消えた。どこにもない。ハロウィーンの飾り付けコンテストには勝てなそうだ。大丈夫だよパパ、いい考えがあるの。飾りを持ってくる。パパ手伝う。必要なのはかぼちゃだね。どこにあるかな。畑だ。農家のフェリペに頼めばくれるかも。大急ぎで行かなくちゃ。マーフル、レーシングカーになって。何かよ。かぼちゃをもらえない？いいよ、かぼちゃ畑に行こう。いっぱいあるから。かぼちゃ。トウモロコシ畑を通っていくんだ。案内するよ。待って。待ってよ。にしたってこと？最高だね。その言葉って何？モーフルにはない。モーフル、モーフルも巨大ロボットになって。できなくなったの。オーフル、どうしてキャンディーレイをさらったの？オーフル、お菓子好き。でも友達いない。トリックはトリートできない。
一緒に行こうよ。このカボチャと盗んできたハロウィン飾りでうちを飾ろうぜ。これで飾り付けコンテストの優勝は間違いなしだ。悪者兄弟がカボチャを全部取っちゃった。モフル、ヘリコプターに変身して。悪者兄弟を捕まえに行こう。けしからん。手が小さすぎるんだ。モーフル、ヘリコプターのままで大きな手を出して。ちゃんと受け止めないとカボチャが全部なくなっちゃう。いいこと思いついた。トリックアトリート。グミのクマさんみたいになってるよ、スタイ。お前もだぞ、見てみろ、ヨル。誰か、このグミの手じゃ操縦できない。大変。雲になって巣をかけて。雲の巣で二人を受け止めて、モーフル。止まれ。めちゃくちゃにカボチャを投げ捨てた罪で逮捕する。牢屋に入ってるうちにハロウィンの飾り付けコンテストは終わっちゃうね、スタイン。まっすぐ牢屋に連行してやる。あれ、カボチャは一個もないよ。モンフル、パパ手伝えない？エイプリルにハロウィン飾りの作り方を聞いてみよう。工作がとっても上手なの。イエーイ、エイプリル。モンフル、レーシングカーになって早くエイプリルのお家に行こう。おっと、あれ、どうしよう。おいおい、うわ
お前のせいだからな、コンテストは負けだ。ハッピーハロウィン。エイプリル、いらっしゃい。ミラ、マーフル、この子は魔法のペットのキャンディーレイ。あかわいい。よろしく、キャンディーレイ。ねえ、ハロウィン飾りの作り方ってわかる？うん、教えてあげるよ。おいで。工作の道具は地下にあるの。わあ。地下室、怖い。私たちに決まってるさ。なんとか間に合ったね。パパ、飾りを作ってきたよ。よかった、この子も見つかったんだね。あの言葉を言っちゃいけないってことは分かってたんだけど、うっかり言っちゃってエイプリルがグミになっちゃった。おや、まあ本当だ、グミだね。モーグルも言った、ごめん。正直に話せたね。失敗したらすぐ大人に言うんだ、悪いことになる前にね。ごめんね、エイプリル、全部私のせい。大丈夫だよ、真夜中になれば元に戻る。キャンディーレイの魔法が解けるからね。やった、今までで最高のハロウィンの仮装だよ。夜まで飛び跳ねよっと。さあ、コンテストが終わる前に作ってくれた飾りをつけよう。うん。え？ちょっと話してよ。なんだバーキー、ああゴミか。あ、ひどい。どうしたらいいの？いいこと思いついた。みんなこっち来て。あのね、それでトリックはトリート。
腹空いたよ。お菓子を盗もう。見つけたぞ。そこを動くな。さあ、捕まえたぞ。いよいよ発表だ。ハロウィンの飾り付けコンテスト、今年優勝に輝いた家、それは、まあ、それはそれは、それはこの素晴らしい家だ。あなたこそ今年の優勝者です。見事なハロウィンの飾り付けだ。本当かい？こんな家は初めて見ましたよ。いや、素晴らしい。何もかもみんなのおかげだよ。おいしい家だ。ミラ、パパ、モーフル必要。イエーイ。